薄2ミリのシートでズボンに染みない目立たない。よし、さあ始めよう。男性の尿漏れケア、爽やか男性用。しまった。若者よ、あなたが落としたのはどっちの副賞？マジ？落としたのはどの副賞？私だけ放置。放置少女ゲーム画面もリニューアル。Thank you.
天王山は大事な局面というね意味ということでございます。続いて第2問、明日6月14日にまつわるこちらの問題。明日は伊豆の踊り子や琴など現代でも読み継がれる名作を数多く残し、日本で初めてノーベル文学賞を受賞した文豪川端康成が生まれた日。そこで問題。教科書に載る川端康成の代表作の一つで累計発行部数400万部を超えた大ベストセラー。国境の長いトンネルを抜けるぞにであった。さあこの文章から始まる川端康成の作品は何でしょう。これはもう満載、私の故郷と言っていいんじゃないですか。新潟県の湯沢町ということでね、川端康成5回湯沢を訪れたと言われております。続いては第3問、あさって6月15日にまつわる問題。あさって15日は高野山金剛峯寺の創建や真言宗の開祖として教科書に載る弘法大師空海が生まれた日です。現在の香川県に生まれ、自分の健康を